2024年1月3日翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが来店イベントを行っていきたいと思います。普段より、お安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうさあ、こちらのワッペンのバット、トレーニングバットですね。まあ、持った感じ、この太さが太いんで、あの極太バットってあるじゃない、ワッペで、あれに似てます。軽く打ってきます。お、めっちゃ飛ぶやん。えぐ。え？いい。超えた？超えた。ワンバン。ワンバン。今からいいんじゃない？いいとこだったんじゃない？えぐい。やばくない？今 K だ K だ。やばい。ああ、なるほどなるほど。芯で当たんないと、この赤いところで当たんないと、ちょっと打感がちょっと気持ち悪いです。ここで当たると打感がない。あれに似てる。ゲットライン。ゲットライン。あ、今ないね。いいとこで当たる打感がないプラス。打球速度がうわーっていく。いいです。あ、これちょっと良くないね。良くないね。今若干高い音したら良くない。あ、これね。これダメ。分かった。若干高い音。ポカイってポカイって音したっしょ。よっしゃ。あー、今ダメだな。どこで当たったんだ。これ一つ一匹連続して打つもんじゃない。これ太すぎて、あの握力がどん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 なくなってくる。じゃあ冬トレでいいんだよ。そうだね、冬のトレーニングでいいよ。筋肉をつけるための。そうで、しっかり握らないと振れないからっていうのと、あの当てる、そこで当てないといけないからっていう、そのバットコントロールってね、そっちも一気に鍛えられるから。そうっす。ヘッドランとゲットラインを一気にまとまったっていうのはこれだな。マジで重い。あの950あるけど、ここだけに重さがあるんじゃなくて全体にあるから、重さは950かって言われたらちょっと分かんないけど、とにかくは太すぎてしっかり踊らなきゃっていうので、はいはい、前腕にすごくこれはもう確かお値段が1万ぐらいだよね、確かね。うん、うん、だから買いやすいかなと思います。はい。あ、今いい。もういいんじゃないこれ。もういいですからね。腕が限界ですよ。限界。じゃあそれ振った後にメタル振ったらどうなるの。大丈夫大丈夫。これ振った後にメタル
メタルいきます。要はそうじゃん、トレーニング器具なわけだから。そうだね、そうだね。超えても文句言うなよ、絶対。よっしゃ、イエス。わぁ、もう一度文句言うな、そんな超えないと思うけどな。1段目超えた。うん、外が1段目。外が1段目、外のレッスンの。そんな力入れなくても、まあ、こういう風に、わかる。今良かったでしょ。いや、今良かった。良かったよね。よっしゃ、ラストいこう。はい、ラストイエス。よっしゃ、これ消えた、消えた。って感じで、これを使った後のこれは軽打ですぐ飛んでったんで、振りやすくっていうか、このヘッドがこうしっかりとこう強くボールに当たって飛んでいったなっていうのが実感できました。はい、なのでこちらはちょっと正直あまりどういうもんか分かってなかったんですけど、すごい良かった。まあこれとヘッドランとゲットラインとか使ってもっとレベルアップして頑張りたいなと思いました。というわけで本日はこちらのワールドペガスの極太ミートパッドトレーニング、こちらをご紹介しました。この動画が良ければチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあしゃI'm not afraid to die.